たらきゃ超買えないですね。何それ、一言も出なかったよ今日サラキャ松山浩平、これ三冠ジョッキ、あでもディープ、ディープ3区、うん、三冠ジョッキ、うわこんな強かったんだねこの馬サラキャ、やばいな。あとこれ予算データ変わってくる、うん、まあどうなんだろう。サラキャね、奇跡だから出遅れが痛かったね、痛恨ね、うん、でラブゾーンリュー何着だったのまだ出てないのかな、うん、でちょっと待ってね、何着だったの本当、まだ出てないね、10着とかまさか。ラブゾーンリュー、根室、あ違う、ラブゾーンなんだっけ、ラブ、あ違う、あのカレンブーケドール、あカレンブーケドールね、まあ出てない、阪神、阪神最終の、あとこれこれ50万なくなったの、みんなだから当たってないでしょ、大口買ってる人たちは。引退さらきありがとう、あ誰か言ってた、引退する馬が有馬記念勝つって、ああそうだ、ね、だからラッキーライラックとか、うん、あえさらきは引退なの、これの今コメントで、あそうなんだ、まあ、2着でね、引退は買う、さらきは勝てるの買えないでしょ、あ、不破の方はみんなおつ、おつえだって、みんな20万だよ、23万だよ、まあ俺21万最終はやんなくていいでしょ、最終の森とかまあ予算まだあるしね、ギャンブルがね、え今後ね、まあまあまあ、東京大商店とかでまだ最終の森ってのがあるんだ、ありますね、やってんだ、たまにあります、たまに、負けた時メインで負けるじゃないですか、うん、負けるで最終にかけて取り返すみたいな、最終の森っていうの結構当たるんですよ、なんかホラーゲームみたいな最終の森、うん、昨日もそれ成功したので、ね、昨日10万負けたんですけど、5万プラスまで持ってた、いやーでもやんない方がいいって、傷口広げるだけだって、広がるよね、広がります、間違いなく。え最終は何時にあるの、最終はなんだっけ、うん、阪神かな、阪神かな、最初ファイナルステークスっていう、あ本当だ、6時、中山もまだあるのかな、そうだね、誰だろう、ちょっと誰だろう、出掛け134万負けた、うん、いや最終はやめた方がいいと思いますよ、うんうん、なんかもう元気ないもん元気ないもん、めちゃくちゃなんか落ち込んでるもんめっちゃ落ち込んでるよ、なんか、いや俺も落ち込んでますけど、まあこれいつものことだからね、俺はで、俺昨日5万勝ってるからまだちょっと心に余裕があるんですよ、うん、そう、これ昨日も15万負けてたら35万でもう多分何も喋んなかったと思う、これまだ俺心の余裕がちょっとあるから、昨日ね5万勝った、うん、SKE の女が3連単当ててるだって、へえ、へえ、そんなのね、俺たち関係ないですから、ね、うん、当てなくたって金持ってんじゃんね、ねえ芸能人とかよこせよ、花火投げろよ、お茶バッグ投げろよついてないからあそっからからいやー50分のやつだけやる、50分10分後やります、10分後あるの、10分後ある、ちょっと最終はちょっと遠いから、うん、こんなのでも何来るか分かんないよ、1万円だけ取り返そう、今日いくら使うんだこれ、あでも中山に12レースハッピーエンドカップってやつある、うん、これにしよっか、4時4分、ちょっといろいろ考えれるし、まあ、24分ありますけど、そうそうそう、ね、まあ、これにしようよ、じゃあ
4時4分。ちょっと10分後のやつは近いもんね。うん。20分で見よっか。ハッピーなんちゃらってやつがある。ハッピー。最終レース。最終の森。最終の石川。そう。ストーンフォレストですよ。うん。ハッピーエンドカップ。でもこれね。うん。いつもこれ名前とかで選んでんだよ、最後。あ、そうだ。オッズと。1万円。だって20万か。は、ねえ、ストーンフォレストだから。最終のノリと最終の森。何が来るのこれ。皆さん何が来るんですかこれ。何が来るのそれわかんないじゃん。次こそデムーロじゃない。ウェルスパー、うん、来る。3番。5倍だけど。これでも1万円かけたって5万しかならないからね。そうだね。20万返ってこないからね。返ってこない。馬ターン行くしかないもんね。まあ、取り返すんだったら。取り返す、取り返す。傷口を。うん、ちょっと取り返すよ。あの、柔らげるんだったら、うん、そうそう、いいけど、5万でも。うん、もう、やっぱ、20万突っ込んで5万返ってきてもね。ね。そう。でもルメール人気ないの、これね。ルメールね、ちょっと13倍。ルメールさっき頑張ったから、ちょっとないような気がする。さっき頑張った人たちはちょっと休みそうなんだよね。だから俺3番2番デムーロ川田これいくぞ、うん、また1万円だって結構つくよ。だって3番2番元取り返せんじゃない。下手したら27万だから取り返せ。27万返ってくるもん。うん、こういくの。そう、3番2番いいんじゃないですかね。うん、勢いで。いや、トサキは俺が買うとトサギだから。いつも来ないもん。川田に裏切られてんの。川田は裏切られてるもん、ほんと。今日は信用しようよ。二人で。川田二人で。川田どうすかね。俺三人で買うから、予算二三で買いました。嫌だよ。二三で何二三だから、あの、川田、うん、デムーロで。俺は、デムーロ、川田で。浜田来ないでしょ。信じやるだよ。やだ。何回騙されたか川田からね。川田マジで騙された。しかもね、うんうん、あの川田、うん、かあのこの前 G1 で、うん、もう川田ね、いつも買ってる、うん、前もうこの秋の G1 めっちゃ買ってたんだよ、うん、川田ばっか。うんうんうん、で先週かな、うん、先週の G1 で川田もういいやって来ないからって言って、うん、外したら来たんだよ、一着で。あ、そっか、先週そうだよね。そう、なんか来たんだよね、グレーなんとかっていう。うんうん、昨日もだって。昨日もカードだった。昨日もカードだね。ダウンザキット。そう。あ、カールムゲドル5着だったの。ああ、同着で。同着で、ワールドプレミア。ねえ、もう。俺3人で。やる気できるか、これ。川田信用しよう。これ、ね、何千メートルなのか、それ分かんないよね。一回俺、いいよ。うん、ノリデブの予想は、そう、俺ね、結構ね、うん、石川には二度と取らんって言うけど、乗れって言ってないじゃん。そんなのさ、言われてもさ。自己責任だから。そんなさ、自己責任、二度ととか言われるけどさ。自己責任ですから。うん、あ、でも、ここは乗った方がいいよ。1200メートルだって。自信ある。自信ある。自信ある。1200メートル。3歳以上2勝。1200メートルなんだ、これ。うん。変わったよ。変わった。短距離の変わったよ。かったかな、短距離の変わったよ。俺3人だから。俺は川田2着、デヌーロ1着で行こうかなって。1万円、そしたら27万返ってくるからちょっとプラスよ。まあ確かに、うん、ちょっとプラスよ。そう、ラッキー来たらどうすんの、ユータカの。え、ラッキーどうすんの。どうにもなんないでしょ。うん、この我々のギャンブラーなのは有馬終わった後まだかけるってとこだからね。そこ評価してね。普通やめるよ。普通やめるけど、ワイド20行ってヨッサンも20行って2人で40万以上負けて軽自動車買えるからね、中古車。そこを終わって、あの、まだやるからね。うん、そう、メンタル砕かれるから。だからヨッサンが白黒で画像アップしたくなる気持ちわかるもん。もう二度と買わないって瞬間思うよね。思いますもん。でも一週間経つとね。いや、じゃあもう次の日です。
うん、次の日になるとなんか見てるんだよ、ね、もあもう競馬その日はもう絶対もう一生やらないと思うんだけど、うん、寝て、うん、一晩経って、うん、また携帯で見てるんですよ、あの来週がどうなるやつがあるか、一晩寝ればね、そう一晩寝ると忘れちゃうんですよ負けたこと。よしさん眼鏡外すとさカメラの親父みたいな本当ですか、ちょっと似てる、ちょっと似てるんだよ、似てるんか、そうそうカメラの親父にちょっと似てるクソとかね、いやどうしようかな、ラキにしようかな、これラキね、3番人気内訳やっぱ人気してんのこれ1200だからよさんラキ行こうっていうコメもあるよ、ラキ行こう、一着あるかなラキ、これバラバラなのも面白いね、俺3-2だけど、うん、そう3-2だけどね、1200m。ラジオでラッキーやるのかな、これでね。ラジオやるんじゃないですか。これでも公共ラジオやんないような気がする。なんかアニメ終わった後やんない。これで見れますよ一応。本当。だからラグがありますけどね。あラグが、うん。ふと思ったけど、よっさんさ、はい、お酒飲まなくてもめちゃくちゃ喋れるよね。いやそんなことないマジよく自分で、いや俺はお酒飲まないとさ、確かにリスはお酒飲まないと入んないかもしれないけど、うん、普通にトーク力あるおっさんだもんね、マジで。さっきチャットでもコメントあったけど、いやコメントが流れるだってね、うん、もうなんかその酒飲まないと、うん、なんか同じことを毎日やってるから、うん、何やってんだ俺ってなっちゃうんですよ、だから酒飲んでごまかしてるみたいな、うんうん、そうならない、あでも、うん、引き出しが多いからねトークが前から、だから俺ねいつも同じことやってる、俺も同じことしか喋んないんだよ本当に、そうずっとループトーク、マジでループだ、よその場合ニコ生とかさふわっちでさタヌキでもさ全然聞かないじゃん、コメントランチコメント書かれても、はいはいはい、でも意外と繊細だよね、んコメントには聞かないけど一人になると考え込んじゃうでしょ、考え込みじゃん、ああみたいな、なりますねそれはそうなんだよね、そうこれ逆なんだよね、コメントめっちゃ聞くけど一人の時は結構ポジティブな、そうなるべくへこまないようにしてんだけど年間通して、そうでもたまにゲームやってるよね、わけわかんないやつ、なんかレトロの罰ゲームとか言いながら人が来ないから、ね、あれなんでゲームやってんの、あれいや罰ゲームですよ、そんなあ罰ゲーム、そうもうゲームあんまやんない、やんないよだって人来ないもん、あ人来たらやるんだ、人来たらやりたいよね、ああふわっちとかでやるとマジでやばいっすよ、ゲームに人気ないから、うんうんうん、やっぱニコ生バンクラーなんかでかい、でかい、あれやりたかった、ニコ生でゲームやりたかった、でもニコ生もしバン解除されてもまた飲むでしょ、うん、いや飲まないもん、絶対飲まない、うん、いやでバンだってまたなっちゃうから、いやだからちょっと使い分けしたいよね、もし本当に、まあ、ね、A バン解除されたら、多分ニコ生的にはそこじゃない、そこの約束が怖いんじゃない、まあ、例えばよさに二度とやんないって言ってやんないよって言ってもでもまたやっちゃうよな、まあ、飲んじゃうよなっていう、そうだから無理だと、うーん会場無理だよ、だから28日やるじゃん、なんか公式のやつ、みどりさん、あなんかやるらしいね、そう、うん、あの百花両乱とかなんで、うん、でその時に言っといたちょっと栗田にちょっと A 番会場俺ら呼べよっていうねまあどれで呼ばれてるの、呼ばれてる、呼ばれてる、呼ばれてる、全くない全くない、なんでだろう、1ミリもない、うん、そう全く呼ばれてないから、呼んでほしいよね、呼んでほしい、いや俺は別にいいんだけど A 番だけ会場していただけたらと思って、うん、なんとかなんないですかね、栗田さん、なんとか、まあ、よさ確かに2個ってイメージあるわ、めちゃくちゃ俺よりある、本当ですか、そうなんか一緒に段ボールとかわちゃってなってそうなんかハンターハンターの流星街みたいなところで配信してんじゃん今綺麗だけど、そう、うん、あおつこれはいらっしゃい、うん、すげえんだよ、これぐらい配信終わるとめっちゃ何千人とか来る追加数は、そうなんだ、その近しい人とか話題出してるところに流れるんで、そうまあふわっちもそうだよ、パルパルが終わるとみんな来る、ね、うん、すごい、そうじゃあ俺どうしようかな、俺買っちゃうよ、俺先3人いいっすよ、じゃあ馬タン1万円これ取り返すよ、最後だから今日3人でも、まあ人気っすからね、これ1番人気2番人気ですよ、でもこれ、まあ、馬タン全部27倍つくんですね、うん、いやどうしようかな、じゃあ俺リーさんの生まれにしようからで馬タンで当てて俺だけ当たるみたいな、生まれそれだよ、リーさん馬タンでいけないじゃん、いやダメダメダメ、だってそれはこう当たんないもん、どっちか当たるにすればいいじゃん、やだよ
4の。いや、それでいいじゃん。生まれんでもどっちか当たるじゃん。どっちも当たるようにす。どっちも当たるんで。俺が生まれんで、だから要は、2、3で、あ、3、2で決まれば当たるじゃん、俺。生まれん。まあね。なるほどね。どっちかしか当たらないのやめた方がいいんじゃない？生まれたんで。え？いや。最初の森だよ。いや、でもこれ、生まれんであんまり行きたくないな。うん。でもね、単勝で行きたいんだけど。あ、単勝ね。いつも単勝だ。いくら行くつもりなの？え、わかんない、5万とか。いやいや、おかしいから。いや、それで取り返せるじゃん、単勝は。5倍しか使えないんだから。それぐらいやんない取り返せるよ。5万やんない。生まれんとかだったらちょっと金額下げて取り返せるかもしれないけど。ほん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 。男だなぁ。どうしようかなぁ。いや、人生で一番ギャンブルに使ったわ。20万。うん、これ24万なの。これ OK、OK 押したら24万。やばいよ。震えるもん。のりゆき、これが競馬だけで生き抜く男だぞっていう。いや、昨日の錦糸町思い出したもん。なんかじいさんいっぱい集まっててさ、ビール飲みながら、あれ思い出したもん。すげえよ、錦糸町のじいちゃん。首から携帯ぶら下げてんのかなと思ったら、ここに。そしたら、ここにめっちゃ分厚い馬券買ってんの。全レース先に。あ、そうだ。で、もうここに見せてて、こう言ってすぐパスみたいな感じで。俺これ買ってんだよって言いながら。すげえ風景だったもん。すごいね。みんな首からぶら下げてんの。すごいね。そんな感じじゃん。そう。でも、画家でも100円とかでしょ、多分。あ、でもね、2000円とか1000円とか。あ、そんなかけてるの？そう。意外と買ってたの。そう。で、そこに椅子1個入ってたから、ちょこんで座ってたら、店主のおっさんが切れてきて、ビールぐらい買えよそう。俺、買わされて、俺持って帰ろ、これ。いや、うん、あ、それ買ったんだ。そう、これ買わされて、ここ座るんだったらビール買えって言うの。そう。じゃあ、俺買おう。よし、信じたもの買う。3、2。馬タン1万円27倍当たったら27万円今日の分が返ってきてちょっとプラスで割れる一番人気か ハッピーエンドカップだからね名前のハッピーエンドでね最後終われるかハッピーラジコじゃないとやらない。多分、ヨッサンのじゃ携帯だね。音出るんだもんね。音も出ますね。人気どころか。これ放送終わったらずっしり来るなぁ。いや。大丈夫いや大丈夫大丈夫そうだから逃げ道として、うん、だから今日都内でキャス主がスロットやってるから、うん、そこに逃げ込もうかと思ってるからそれも、うん、それも行き来するのでも1番負けた後スロットじゃもう、まあ、楽しみに行くのは別ですよそうねもう取り返せよでもスロット行っても、うん、4時だよね。あともうちょっとだよね。うわうわうわなんか、あれそうじゃない？なんかこのレース。わかんないけど。ねあれそうな気がするのか1か14かな今日みんな外れたか、有馬。さらき屋がね。さらき屋がね。
サラキはね、もうしょうがないよ。ねえ、無理だわ、あれは。なんでコロナ当たったのに競馬当たんねえんだろう。サラキアより当たんないだろ普通コロナの方が。なんでだよマジで。引き強いはずなのにな。強かったなぁ、サラキア。うん、いや、クロノジェネシスも強かった。初めてですごいわ。うん。有馬で、中山、第4コーナーで、よう駆け抜けたわ。アルピネズミにするか。え十何番？何それ？単勝買おう。単勝でいいや。外れたもしょうがない。うん。四番人気のなんかいるんですよ。十何番。四番人気、あ、アルピに武藤みやび。武藤みやび。これいくか単勝。アルピニズム。アルピニズム。買う理由は？え？いや、なんか7倍だから。あ、7倍だから、オッズ的に？そう、だから、まあ3万ぐらいでは取り返せるじゃん。20倍。あ、3万入れれば。そう。3万ぐらいいこう。楽しみ。で、これで負けたら、今日24万負けだもん。一緒だね。一緒。2人で44万。でも、どっちか当たれば、取り返せるから、うん。あ、そう。どっち48万。単勝14番は3枚いきますじゃん、最後。最終の森。最終の森。最終の森。単勝ですからね。2人で同じ掛け掛け。いや、3連単もくさ当たんない。たまにある、あの、うん、8頭選んで買うんですけど、一回も当たった試しがない、最終で。単勝のがいいね、やっぱ。最後。予算と予想かぶってる人2人いるよ。本当？当たるんじゃない？絶望って言ってる。なんで？いや、最終は結構俺、期待値あるよ。結構高い。期待値ある。ね、だって昨日だってね、そう、昨日もね、戻してんだからね、戻したん、うん、そう、よく言われるんですよ、メインより最終だけやっとけみたいな、うん、もうすぐじゃない、携帯で見てもいいんじゃない、あ、多分これ多分聞けないからね、ただラグがあるから、うん、コメントは見ない方がいいよ、あ、そっか、そう、集中してこっち見て、ふわっちの女性配信者有馬記念3連単当ててる、へえ。誰許さねえやん。いや、大したことないだよ。100円でしょ、どうせ。1000円とか言ってないでしょ。誰単勝サラキアに70万かけてた人いたみたい。すごいね。いや、でも2着だから外れて。あ、外れたけど、お手元やばいな。やばいね。やばいね。60倍だから。惜しかったんだじゃん。いや、4200万来た。70万が4200万。さらきは単勝点買えないでしょ。4200万だよ。副賞だったらまあ結構ついてるね、うん、300万ぐらい。グラナタス来るぞだって。もう買っちゃったもん。浜中92倍だよ。来ないでしょこんな。いや、来たらもうこんならもうお手上げとか、まあ、荒れるかもしれない。さっきのサラキアがあるからね。あ、サラキアね。そう、藤岡幸太騎手は今年の50勝目、立東西浦勝一厩舎17勝目です。2分だからもうすぐだよ。マシン12レースの孤独です。サラキアに70万、首差で負けたサラキア。あ、首差だったんだ。ラジオだから分かんないじゃん、差が。そうだね、惜しかったんだ。首差は嘘でしょ。超強いじゃんそれ。なんでこんな強かったの。嘘でしょ。もうじゃあ首がこうだったら予選は。そうそう、首の上げ下げぐらいで決まったんだ。誰だのこれ、ちょっと。ちなみにさ、次勝てはブロックで見てるか分かんないけど、阪神最終はシャイニーロック単服。
単勝の森来るかも。いやーこれどうやるね。ただでも全中山は結構成績良かったんですよ、うんうん、中山戦略アルビニズム。お風呂入ってきたから今日は。あ、そうなんだ。サウナ？いや、普通にホテルで。あ、ホテルで。ホテルでお風呂。あんま入んないでしょ。家では入んないです。家入んないの？風呂入んない。え、家にいる間ずっと、うん、ほぼ入んない。だって人と会わない。え、例えば1週間家でも入んない。入んない。で、いつもこうやって痒いなっつって、うん、で、チンコも臭くなってきたなっつって、いつもこうやって帰ってるの。で、入んない。え、でもいや、さすがに10日ぐらいになるともう痒くなってくると体が全部、ね、頭とかもうすごい油ぎってて、うんうんうん、そしたら入る。どこに行くのか10日に1回ぐらいですかね、だから家に。ガンジーより風呂入ってないの？多分。いいじゃん、入んなくたって。別に、うん、俺もめんどくさがり屋だからね。シャワーしか入んないから風呂入んないの。あ、でもシャワー、俺もシャワーだけど、ね、シャワーシャワー。なんかもうね、風呂入ったってね、あんま風呂好きじゃないの。いや俺も大っ嫌い。銭湯とかダメなの。温泉配信して温泉入らずに帰るもん。なんで？いや嫌だから。だけど飯はうまいじゃん。あ、まあね、旅館の飯は。旅館の飯だけ食いに行くみたいな。そう。でも同じ発想。人と会わないなら入る必要ないじゃん。はい、なん会わないんだからね。家の中にいるだけだから。別に誰にもね、臭さに迷惑かけてないから。そうね。パチンコ屋行く時も入んない。あ、入んないんだ。うん、そう。でも一回なんかその臭いからできんかなんかなったなったかだっけ。それはなってないよ。え、臭いからできんなるはずないじゃん。なんかスロット台座ってなんかシートを染み付けて汚したかなんかで。いや、そうだ、それ違うよ。どこから情報する。あ、違うか、うん、そんなことしないでしょ。漏らすとか。さすがでもそしたらじゃあオプレクできんなのさ、うん、トイレ汚したからだからね。え、そうなの。じゃあこれおしゃべりじゃないの。映像。そう、一回オペレート出た時に出たっけ、トイレビタビタにして、うん、それをスタッフさんが片付けたんだよ。でブチ切れちゃって上が、そう、おかみがね怒っちゃった。あ、それであの出来になっちゃった。そうそう、あ、あれだ、パチ、うん、いつ出たのオープンレート。あんま覚えてないんだけど、だいぶ前だよ。俺が確かあのインフルエンザかなんかで休んだ時に予算代わりに出たじゃん、そこ緑と一緒に。何年か前に出た。出た出た出た。そう、それで俺がトイレを汚したってこと。汚しちゃった。そう。覚えてない。そう。あ、そう。だから予算は多分ディスにすぎてできなかったと思ってるけど、違うんだよ。ディスじゃないんだよ。おしっこは。で、あれも見たもん。こう、ツイッターでタイムライン見たら、なんか予算を、まあ、ちょっとサポートしようつって、なんかリスナーさんが車出したらしくて、なんか企画で配信中に。そしたら予算助手席に乗せたんだけど、帰ったったり気づいたんだけど、その、助手席のところにあのジュオンの佳代子が出てくる入り口みたいな黒いシミの跡みたいなのが、いや、それどうなんだそれ、跡がついて、うん、ただうんこは漏らしたことある。そうで、なんかこう拭いても取れないから。いや、それでも言い過ぎなんだから。リスナーがネタで怒ってて、マジもうクリーニング代請求するわとかってなんか書いてたのが面白かった。あ、まあそれはあった。シミみたいなの。シミはなかったなわけない。うんこは漏らしたけどね。うんこ漏らした。うんこは漏らしたんで。車で。そう、我慢できなくて。トイレまで持たずに。持たずに。結構いろいろ出禁あるの。出禁や、あとまあパチンコ屋かね。パチンコ屋。パチンコ屋は出禁だね。で、あと、うん、あの、満喫とかも出禁だった。あの、うん、トイレのゴミ箱にしょんべんしたら行くのめんどくさいから足が、それを放置して帰ったら出禁になった。あのマンボウとか、うん、トイレ行くのがめんどくさくてね。そう、足悪いじゃん。じゃあいいや、ここでしちゃえと言ってこうやって、だってまあ家でペットボトルいっぱいあったもんね。そうそうそう、それを感じで、うん、ゴミ箱にこうやってしてそのまま放置して帰ったら、うん、あの出禁ですって言われて、そのマンボウ行ったらあなたしましたよねとか言って、多分マンボウできんなのヨッサンとユイガだけだよ。ユイガできんなの。ユイガもなんか金をちょろまかしたかなんかで一回なんかも、なんか揉めてたよね、なんかね、満喫でね。そう、あ、頼むよこれ。頼むよ。なんだっけ、兄さんだっけこれね。3人、3人の馬、3人、俺が14、うん、が1着になる方。そう、なんかもう書いてしてるね。違うね、たまたまだよね。何が、何書いてあるの。この6人って書いてあるけど、これ多分予想だよね。ああ、
予想でしょ。予想だよね。何言ってる。いやなんかラグがあるから。ああ、結果かかる。ああ、なるほどね。ラグ。あ、でもすぐ終わっちゃうから。そう、こっちこっち見たら。じゃ見ない方がいいね。見ない方がいいの、これ。一回コメント消す。まあ ここだけ見てね、あれじゃ。今んとこだから 6と2がいいスタートってことだ。見ないでしょ、見ないでしょ、これ俺絶対見ちゃうもんね。お、アルピニズム。さ、12番ジュニパーベリー収まったようです。アルピニズムが今ゆっくりと収まって、さ、最後に16番ココフィーユ。ココフィーユ全馬ゲートの中スタートしました。え、ちょ、14出遅れたよ俺。あ、15か、出遅れたよ。マーマレードガールか、マーマレードガール、さらにはキーダイヤ、そして内からは5番コスモアンジュ、3頭が出ていきます。あと4番手アルピニズムです。あ、俺4番手。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。俺どうなん、アルピニズム。いや、わかんない。あ、2番、まあ、これ、ね、あ、兄さん、内側ね。そういいとこいるよね、でもね。兄さんもまあいいとこいってた、前の、うん。そして1馬審査で11番のグラナタスが通過しています。3に来たらいいんだよね。3に。あれ、14めっちゃ手応えいいな。14手応えいいぞ。最初の森、最初の森来たか、これ。ワンチャンあるぞ、これ。14、ほら、これだもん。そう、来てる来てる。14、あれ、ここ上がるか。あ、14来てるよ。あれ、来てんじゃない。14来てる。え、最終の森来た。え、ちょっと、やばい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 、14じゃない、これ。14だ。しゃー、やばいやばい、やったー、アルピニズム。あー、よっしゃー、武藤やばー、やったー。3番買いました。来たー、最終の森来たー。いやー、来たよ、本当に。これマジマジで3番来た、単勝。え、ちゃんと買って、ちゃんと買いましたもん。20万。え、いや、だから20万超えでしょ。20万、多分7倍だから、そう、だから20万超えぐらいです、多分。やばー、いや、来たね、最後、最終の森。最終の森じゃん。いや、手応え良かったから、さ、あの4コーナー回った時これもらったかなと、ちょっと後ろから来なければ。ほら、これ3万、ほら。あ、ほんとだ。単勝。これ。見せる、リサにも。これ3万、これ。ちょっとね、良さ買ってます、3万。そう、3万。まあ、これ何倍つかだよね。いや、でも、7.3 って書いてあったから、まあ、7倍ぐらいは。まあ、7倍。え、5.5 とか本当なの、これ。そんな下がったの、最後。うざいでしょ。うざいでしょ。7倍ついてから3万にしたんだけど、俺。うざいでしょ。ちょっと俺、がっかりしたんだけど。で、多分、よっさんに乗って買っちゃったんじゃない。あ、リスナーを、ね。そう。3番逃げ。いや、4番逃げだよ、これで。これ4番逃げじゃん。2番、2番が1で、まあね、3番が2で、4番が3で。5.8。で、14の。これ、リスナー謝ってほしいね、2人ね。よっさんの株って、もう最悪だわ、ってね。やばそうだね。でも当たったからね、みんなね。当たったじゃん、そう、アルピニズム。あ、2番人気だったの、最後。嘘でしょ。